あ、深キョンいいよな。深田キョウ可愛いわ。深田キョウめっちゃ可愛い。深田キョウとおまけの2強かもしれん。AKB48 人いるのか。なんで3人しかわかんないんだ。他になんかいねえかな。俺が知ってそうな人いない。名前適当に変えてくんね。AKB の人。あ、どうもー。配信してます。あ、ごめん、配信してます、配信してます。あ、おはようございます。ちょちょ、あれ、ミュートにしてきますか。大丈夫ですか。あ、全然いいですよ。はい、よかった。朝早いですね、デスマッチ。11時ぐらいに起きた。9時に起きたことさすがにやべえと思って二度寝した。終わった後、ずっとデスマしてませんでした。してた。まあ、デスマだけじゃなかったけど。ガチで、すごい。さすがに慣れないとまずい。デスマ無理だ、もう勝てねえ。無敵の人たちな、全員スミスみたいなやつしかいない。デスマッチちょっと違いますよね、敵。ねえ、めっちゃ強いんだけど。なんかこいつら強いんだ。デスマ、デスマメタルがある。デスマメタルでどうしたら勝てんのこれ。デスマッチで強化したい。今夜8歳デスマッチ。今日勝ちたい場合は、相手絶対足音聞いてピークしてくるんで、見えた瞬間に打つんじゃなくて、一回避けてから打ったら。一回避けてから打つ。相手が待ってるポジションで。避けるってなんだ？オーバーピークするってこと？一回横に動いてから打つみたいな。そんなメタあんのか。絶対足音聞いてピークしてくる。なるほどね。そうか。あ、いい。あ、いい。今日勝ちたいです。ちょっとこうとか言ったら横向いてるやつにもめっちゃ横移動しちゃうんだけど。1 minute remaining。 あ、終わっちゃった。30 seconds left。 一緒にやりましょうよ。あ、一緒にやる。うん。うわぁ、何回勝てるかな。おはようございます。すいません。すいません。めっちゃびっくりした。ありがとうございます。やばい、今日スキンどうしよう。プライムじゃないんですか？プライムかチャンピオンズ。ああ。そう。ちょっと前ランクやってる時期にやっぱ一番当たったのその二つなんだよな。ドラゴンマンダラも完全に見た目だけだった。ドラゴンマンダラ、ちょっと、もうちょっと古い。古いよね。うん、あとこれだ、ビチャ版。あの、なんかこの、水槽のタコついてるやつ。なんか撃ったらビチャビチャ言うやつ。これたまに、うん、誰だっけ、クラッチングが言った、ビチャ版って。ビチャビチャのバンダルってやつ。なんかやだな、ビチャビチャはちょっと。なんか撃つと汚ねえ音すんだよな。ポコポコバンダルじゃないんだ。あれも大きい。確かにポコポコの可能性ある。わあ、ちょっとデスマで試すか。ワンチャンガイアスっていう可能性もある。え、ガイアス、たまに使うとめっちゃいいですよ。いいよね。行こうぜ。うん、デスマ。行きましょう。ごめん、俺、あれだ。興味あった。うん、そう。俺ね、リクエストしたから。そっか、気づかなかった。もしかしたらお互いいつ始まるんだろうって思いながらやった可能性がある。うん、そうだった可能性ある。うん。マッチバウン。ういっす、配信してます。ございます。今ちょうどデスマ始めちゃった。おうん、はい。コールドシャワー浴びてきます。コールドシャワー？はい。普通なシャワー浴びてこいよ。別に。あいつと、うん、あいつとメンズコーチ。何？はい、気合入れてきます。あ、言ったら。言ったらそれ。確かに。なんだちょっとびっくりする。すえ。今のが
ピークされた後にちょっと動くやつですよ。あーなるほどね。そうちょっとずれるから。ダマネイ試合方分かったかもしれない。デスマッチ打ち分かりました。うわデスマッチ打ちすげえ。これだデスマッチガチ勝てますよ。デスマッチはすげえ。やばい。坂さんのお尻でキルトが刺したら取られた。1 minute remaining. 30 seconds left. 10 seconds left. マジ強えな。今日なんか外30度超えてるって聞いたけど、出た外。いや、出るわけないですね。ですよね。39度 ?39 度嘘つき。39度って死ぬかな。死ぬか。死ぬね。それ39度ってあれだ、多分あのどっか埼玉かどっかの盆地だけとかなんかそういうあれだろ。なんだっけ、埼玉にそういう場所あんだよな。なん熊谷みたいな。熊谷だか熊谷だか熊谷だかなんだか知らねえけど。あそこ毎年死ぬほど暑くなってるな、あそこの木。普通に人が住んでるところですか。一応ね。あ、じゃあマジで大変な生活するの。そう、まあ、住んでるところですか。一応人は住んでるこれ。一応ね。あれですよ。あれね。なんかそう、もう何にもない場所、砂漠。砂漠？砂漠っていうか、まあ一応ありますけど、鳥取砂丘ね。砂漠より盆地の方が熱いんじゃねえかな。盆地って何ですか？なんかこう崖が甘くて、山と山のなんか間のへこんでるとこみたいな。多分ね。俺もちょっと知らない。なんか俺も生きていく過程で多分そうなんだろうなって勝手に察してるだけで、俺も学んでない。釈迦さんが言うならそうなんだ。山あって人里あって山あるみたいな、その周りが高いのに囲まれてるところがなんかこう熱気が溜まるんだよ確か。へえー、すごっ。これからそれ自慢していきます。盆地自慢、盆地知ってる自慢は多分逆に、まあでも配信者にはいけるかもな。小学生とかの方が逆に知ってる。盆地聞いたことないですね。聞いたことないか。いや、まあ聞いたことないんだよね。そう、聞いたことはない。盆地なんか聞いたことね。多分そう。じゃあ聞いたことはありますね、多分。多分ね。お疲れ様です。配信してます。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。メッサーは盆地って聞いたことある？盆地？うん。平凡な地？平凡な地だよね。はい。どういう場所かって言ったら、やっぱ答えは平凡な地だよね。平凡な地。そうだよな。おまさん違うよ。何？何なの？じゃあ教えてあげて。周りが山に囲まれて低くなってる場所のこと言うんだよ、盆地って。本当？え、本当ではある。まあ確かに発表の仕方的に、なんかちょっと引っ掛けっぽいノリだったのはなんとなくまあわかるけど、まあ本当ではある。そうなんだ。まあ確かにな、今の導入怪しかったよな。怪しかった。かなりなんか騙してる感はあった。確かに。本当？俺は逆に数学系が無理だな。あ、これみんな無理なやつだ。でも超数学無理っすね。分数俺できるか可能性、確率低い。できない可能性がある。分数ちょっと怪しいな。分母違ったらちょっと自信なくない？ちょっとない。足し算と引き算が揃えなきゃいけない。足し算と引き算が揃えなきゃいけないっていうのは、プラスマイナスの話？あれ？分母。
しごめん、わかんない。何言ってるかわかんない俺。何言ってるかわかんない。わかんないか。じゃあなしで。コモさんやる？え、ちょっと待って。分数にプラスマイナスがあることあんの？はい。え、マイナス8分の2とかそういうこと？まあ、8分の2はねえか。リアクムあれ。うん。3分の1足す2分の1とかだったら、足せないみたいな。分母をまず。なんか合わせた分、上も いっぱいにすんだっけ？そう、みたいな感じじゃなかったですっけ。そうなんだ。あの、うん、下が3と2だったら、3に合わせて、うん、なんか上もちょっとなんか、まあ3に合わせた分の再三取ろうね、みたいな、なんかそういう話だよね。そうそう、なんか3分の1だったら、3と2を合わさないといけないじゃないですか、とか。から、うん、あの、なんか、3の段と2の段にあるのが6じゃないですか。ああ、はい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 。ああ、そう。X の一番真ん中のクロスするとこね。ウォームアップ。いや、ごめん、あえて難しく言った。じゃあ、まだ、その両方の数字が通る道ね。あ、そうそう。そうなった時に、6だから、3と2だったら、分母を6にしたら、はじめ3分の1だったところは、6にされたら 6分の2にしないと3分の1じゃないじゃないですか。うん、そうだね。6にして足し算か引き算するみたいな。メスさんずっと静かに。ちょっと専門外だな、それ。専門外か。